堀江一馬。昨夜会社のパソコンで予約した切符を東京駅で受け取ると、東北新幹線に乗り込む。僕たちは三人掛けの席に座った。初めての出張、初めてのプレゼン、初めての仙台。両隣に座った先輩が次々と自分の経験談を話してくれたけれど、緊張のあまり僕の耳にはまるで入ってこなかった。窓の景色が次々と変わっていく。こらこら、固いこと言うなよ。助太刀してもらっただろ。反政府組織でありながら会談に応じてくれて感謝する。さらに折り入って頼みがあるんだが、こいつをおたくらで保護してもらいたい。連邦が行った中東政策、その実害はこういった形で現れているんだ。もっとも全ての責任を連邦に押し付けるつもりはないんだけどさ。ただ俺たちはおたくらみたいに政治的思想のみで動いてるわけじゃないんでね。二度目にもらった給料でカメラを買った。最初に使ったのは社内のピクニック。初めて宇都川に回った。気分のいいものだ。バシャバシャ撮りまくっていたら、いつか一人の子の笑顔をひいきしていた。で、恋に落ちた。